北立運送で働くキャプテンオリマーは、ある日仕事の帰り道、とある惑星に墜落。脱出するためにはこの惑星になるキラの実のエネルギーが必要と判明。その数なんと3万個分。果たしてオリマーは無事に家族の元へ帰れるのでしょうか。そんな中、希望の光が。そう、不思議な生物ピクミンとの出会いです。ヘイピクミン。この惑星には至る所にピクミンが生息しています。ヘイと呼べば集まってオリマーの後についてきます。ひょいと投げれば物を運んでくれたり、道を作ってくれたり、さらに敵と戦ってくれたり。小さいけど実はとっても働き者。火に強い赤ピクミン、水がへっちゃらな青ピクミン、電気に強く高くジャンプする黄ピクミン、空を飛べる羽ピクミン、硬いものでも壊す岩ピクミン。個性豊かなピクミンたちがオリマーの手助けをしてくれます。でも気をつけて、この惑星には凶暴な原生生物も。油断していると食べられちゃいますよ。そして一見このガラクタに見えるもの、なんと中には大量のキラキラエネルギーが。たくさん集めれば惑星脱出もそう遠くないはず。オリマーは探索中に見つけたお宝や敵を図鑑に記録しているようですが、あ、これはカメラですね。ってスマイル発見機？じゃあこのカスタネットは？ひょうきんホタテ？オリマー目線でネーミングされている独特な図鑑のようですね。冒険から連れて帰ったピクミンたちは、オリマーが探索している間もキラキラエネルギーを探してくれるので、より多くのピクミンを連れて帰ってくることがポイント。果たしてオリマーは無事に家族の元へ帰れるのか。タッチで投げる、運ぶ、戦う。ヘイピクミン。アミーボ。ヘイピクミンはアミーボに対応。アミーボをかざすと同じ形のアミーボが出現。持ち帰るとキラキラエネルギーが手に入り、図鑑にも登録されます。さらに今回新登場のピクミンアミーボ、これ一つでいろんなキャラクターのアミーボが手に入ります。さらにプレイ中、好きな時にピクミンを呼び出せる優れものなのです。アミーボ。